佐藤と申します。よろしくお願いします。
次の曲なんですけども、私が、そうですね、何年ぐらい前かな、アニメのダカーポ2という作品で、はい、関わらせていただいていたダカーポの、私、なんと歌詞を書かせていただきまして、ありがとうございます。俺が曲を書かせていただきまして。知ってます。それは聴いていただきたいと思います。幾千の時を重ね、君の面影を探した。遠い記憶に隠された、この想いはずっと繰り返す。
うちょっとだけ半歩ずつみんな後ろ下がって半歩ずつ半歩ずつ、うん、満員電車みたいだね。そうそう、すごいからさ満員電車ってさ、うん、私ほんとひどいと足浮いちゃうんだよねスッつってあーやばい足ちょっとついてるみたいな。俺ね頭一個出てるよ。でしょ、羨ましいんですよ。あの綺麗な酸素を吸えてる人ですよ。そう私はなんかもうなんかね、そう前に男の人とかがいると携帯とかスッて出すときにちょうどねエルボーを食らう位置でさせみたいな。あと冬の時期は多分ね女の子は分かると思うんだけど、あのコートとかの後ろにさファーがついてるじゃないですか。あれが満員電車だとここにあったりするから息ができない状態になるんだよね。いや気をつけようがないよ、これはちっちゃい子の宿命だから。そういう子はちゃんとあのかわし方を知ってる。こういう下の方を向いて吸う下の空気かやるんですよ。あのそういうことがあったら試してみてください。ダカーポでピンクのサイリウム振ってくれてありがとうございます。ちょっとね憧れだったんです、私実は。ダカーポの先輩方がさ歌ってる中でピンクこう振られているのを見て、はあ、ね、桜のようで素敵。あのもちろん他の色も素敵なんですよね、ありがとうございます。次の曲だけど佐藤さんお気に入りの曲なんですよね。そうです、自分横浜市に住んでまして、いつもね俺海の方とか散歩するんだよ。浮かんじゃったんだよねこの曲が。かっこいい。でしょ、超かっこいいですねそれ。降ってきたってやつですか。まあ降りてきたんだっけ。まあそんな感じうんありがとう。じゃあせっかくだから佐藤さん曲紹介しちゃって、ちょっと用意していいですか。うん、時間かかるな。いい感じですか。この服座りづらい。そうだね。でもとってもよく似合ってます。まあ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 、それでは聞いてください。ホワイトバード。風がそよぐ海岸、空はとても青くて、
めちゃめちゃ暑いからちょっと脱いでいいですか。すごいバク転ですか。私もできそう。今の見ちゃったね、俺のバク転を。今も私もできそう。じゃあ私ムーンウォークやります。ムーンウォークかっこつけた後ろ歩きこれうちのお父さんがよくやるやつ。お父さんねバラしちゃった。あいや、こんなに盛り上がってくれてありがとうございます本当に。ね、
ありがとうございます。リハの時はブランカいいやつだったのに。なんじゃこりゃ。はい、というわけで次行きましょうね。フォークサイドです。そしたら俺、印税もらおう。なんとかカットで、カット。次の曲行こうか。あ、でも、なおちゃん来てくれた。いろいろ飛ばしちゃった俺。そうだよ、歌ってればいいじゃん。そう、なおちゃん来てくれましたね。来てくれたね。後でまた来るかもね。ね、かもね。みんな、汗とかかいてないですか、うん、まだまだ。まあ、もし書いてしまったとしたら、うん、本日は物販あるのでね、着替えを買って、お、ありがとう、書いてください。そう、T シャツ、タオル、あとリストバンド、あとね、12月12日に南條由志のソロデビューアルバム、カタルモアも置いてますから買ってくれた、ありがとう。すいません、言っちゃっても。いいえ、全然。あのね、あ、ポスターもあるんだけど、私ね、ポップ描いたの、ポップ。あ、見た見た見た。ほんと、セルフトーンとかってね、画伯だよね、結構ね、なんちゃうね。全然落書きみたいなもんなんですけどね。なんか、なんでこんな今やさぐれちゃったんだ、私。ありがとう。じゃあ、いい曲いっちゃいましょうか。聴いてください。夜明けの風が光を紡ぎ、地平線が輝いてゆく。この瞬間も君の笑顔も永遠に抱きしめたい。
とうございます。エバーラスティングを聴いていただきました。ありがとう。すごい、サイリウム綺麗でした。ありがとうございます。12月5日に発売したディケードなんですけど、まあ、さっきもね、なおちゃんが出てきてくれましたけど、私が、2曲なおちゃんが歌っていた曲を、カバーさせてもらえたんですけども、次はその曲をやらせてもらう前に水を飲んでこう。せーの、そうだ、この会場では初めてだった。そう、最近流行りなんです。マスオさんのモノマネ言っちゃった。そう、せーの、オッケー。次の曲聴きたいと思います。カウントゥーマインド。今この胸に抱きしめている夢と未来と恋心と忘れかけてた大切なもの取り戻せた気がするから、
眠りに落ちて傷つけたこと傷ついたこと不器用もない夢のかけらガラスの器が見つからなくて裸足のままで走ってみたけどあなたの姿だけ探せなくて座が遠の隙間をさまよい続けた時間はあっという間、うん、そこでそれ使うかでも待ってちなみに今日女の子おおすげえ男の子女の子男の子全員まだまだ盛り上がりますかまだまだ汗かいても大丈夫ですか
予感は消えず、まだ胸の奥に過去を振り返るなら、可動性に溢れる明日へ、君と向かおう。
アンコール1曲目にヘジテーションスノーやらせていただきました。ありがとうございます。はい、恒例のあれいきます。お前らレベル1085、俺レーベルジェネオン。お世話になってます。本編にもさ、なおちゃんが出てきてくれたじゃないですか、うん、なのでみんなで一緒に呼びたいと思うんですけど、準備はいいでしょうか。よ、せーの、なおちゃん。イエーイ。改めてご紹介します。なおちゃんです。なおです。いや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 、え、どうして、危ない。さすがブランカとは違う。ディケードフリップサイド10周年ということで。そうです、10年、はい、ね、ありがとう、ありがとう。まあ10年って言っても、あの素人時代を含めた10年なんだけどね。いや、うん、でかいですよ、10年は。でもそのアマチュア時代があったから今があるわけで、やっぱディケードやろうよ今年はね、なったんですけれども、はい、なおちゃんもね、あの、うん、本当に一期の時にボーカルとして尽力してくれて、はいはい、本当にあの俺のわがままにね、よく付き合ってくれたな。本当に、あら、そうなんですよ。でも、はいはいはい、歌は鍛えられただろ。そうです ね、 ねよし。そう、当初はなおくんって呼んでましたからね、私もね。そのままね、なおにありましたね。そう、はい、仲良くなった感じですね。そう、私は加入してからまだ3年とか経って4年目とかなんですけど、うんうん、それね、10年のうちの、7年か、7年で、はい、せーの、テレペロそう、なおちゃんがね、担当していたので、やっぱ10年っていうと、ね、いろいろあったと思うんですよ。深井さんもね、ずっと一緒にやってたメンバーね、うん、川崎海君、今日はマニピュレーターで頑張ってくれてます。もうね、10年、うん、一昔とはよく言ったもので、全然何も覚えてないんだよね。寝る前にね、はいはい、考えてて、10年かみたいな考えてたんですけど、私多分来年で、上京してきてから10年だなみたいなことを考えてました。高校卒業してすぐに上京してきたので、うんうん、私それから上京のポーズ。そうです、東京さん行くぞって、オラ東京さんみたいなそう、だからまあ早かったなと思って、ね、もう10年前もちろんまだ出会ってもないんですけど、お二人とかにもね、まあでもいろんなことがあって、皆さんいい10年でしたか。ちょっと少なくない、少ない、少ない、主にその辺がちょっとなんかあんまりシーンってなってたけど、うん、みたいな、ねえ、まあ、でも、まあね、みたいな感じだった。じゃあまあ、こっから10年ね、より良い10年ね。っていうかさ、今日この場にみんなで集まれたのがすげえいいと思いませんか、うん、だから、おのおのみんなね、10年間あったと思うんだけど、うん、フリップサイドは次の10年に向けて頑張ります。2013年はやるよ、やる、めちゃんこやる、めちゃんこ、期待してください。お楽しみにしていてください。まあ、そのこんなで、その記念10周年記念アルバムディケードの中で、なおちゃんの曲をカバーさせてもらった1曲、カムトゥーマインドは先ほどやらせてもらったんですけど、もう1曲カバーさせてもらった曲があるので、ぜひなおちゃんと一緒に歌いたいと思います。それでは聴いてください、メッセージ。
ありがとうございます。ありがとうございます。次の曲で名残惜しいんですが、本当に本当に最後の曲になります。ありがとう、ね、名残惜しいんですけどね、言ってもいいでしょうか。みんな盛り上がってくれるでしょうか。本当に盛り上がってくれるでしょうか。それじゃあ、いくよ。聞いてください、ディケード。Bye.
Thank you! I'm Lou! I'm Lou! I know! ヤブガラスティックにごめんなさい。Everybody、寝耳にウォーターだったでしょ。いや、コングラチュレーション、10周年。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。ビューティフルでございますね。ビューティフルで。なんかあの今日あのお客様、はい、2000と2000人ぐらい。ありがとう。すごいじゃない。ねえ。ということでね、はい、This year はですね、PV を。Together やって。Together しまして。Together していただきました。はい。ご覧になりました皆さん。いかがだったでしょうか。なかなか覚えられないでね、私が。みんなあの、ね、ルオシロさんにみんなでありがとう言おうか。いや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 。せーの。ノートアート。ありがとうございます。最高な人たちと、年の瀬にですね、トゥゲザーできて。はい。本当 I'm so glad でございます。私も光栄です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます。何か私にアスクすることありますか、ナオさん。アスクすること、佐藤さん何か。佐藤さん何かございますか。そうですね、新木場を英語にすると。新木場ですか、はい、ニュー木場でいいんです。ニュー木場でできてよかった。ニュー木場でもいいし、ニュートリーバーでもいいんですけども、はい、ちょっとあの言いづらいので、ニュー木場ってちょっと語呂がいいじゃないですか。そうですね。ねえ。ニュー木場にって覚えます、これから。そうですか。はい、また呼んでいただけると、ぜひ非常に。ありがとうございます。あの、せっかくなのでバンドメンバーをみんな前に、はい、そうですね。集合、はい、あと集合、ダンサーの若ちゃん、みちるちゃんと、ななさんと愛さんも。私はここでいいんですか。そこで大丈夫でございます。はい、すごいね、はい、というわけで本日はこのメンバーでお送りしました、はい、皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。じゃあみんなで挨拶しましょうか。10周年あのね、すいません、私こっちでした。そういうオチか。ありがとうございます。めちゃくちゃ名残惜しい。来年もいっぱいライブやりたい。行くぞ武道館。ありがとう、みんな気をつけて帰ってね。気をつけて帰ってください。寒い中ありがとう、本当に。また会いましょう。またねー。